ジャガー XJR-7 は、1986年のイムッサ GTP3 専用にグループ44が作成したプロトタイプレーシングカーである。1985年最終戦、デートナ3時間でデビューした。ジャガー XJR-5 の改良型であるが、1985年からトム・ウォーキンショーレーシングが世界耐久選手権参戦のために作成した。 グループシーカーが、ジャガー XJR-6 を名乗ったため、XJR-7 となった。当時のイムッサ GTP では、ポルシェ962が猛威を振るっており、これに対抗した、XJR-7 だったが、1986年は、最終戦、デートな3時間で一勝を挙げるにとどまった。 1987年にはリバーサイド 500km とウエストパームビーチ3時間で勝利するもののジャガー本社は1987年に世界スポーツプロトタイプカー選手権でタイトルを獲得した TWR を1988年からイムッサ GTP に参戦させることを決定しグループ44への支援を打ち切った。これは ルマン24時間レース制覇のためにチームの規模を拡大したい TWR の移行によるもので1988年のルマン24時間レースには TWR の3台に加えイムッサ GTP 参戦のために結成された TWRUSA が2台のジャガー x j r 9を走らせることになった。また1990年のルマン24時間レースで 優勝したジャガー XJR-12 の3号車は TWRUSA が走行させたものだった。1988年開幕戦のデートナ24時間レースが XJR-7 の最後のレースとなったがリタイアに終わった。このレースではデビュー戦となった TWR のジャガー XJR-9 が優勝し、 BWR、e、とグループ44の実力の差が浮き彫りとなった。ありがとうございます。